今夜のエブリバディノーズは番組3回目の登場になりますが、小玉和文さんをお迎えします。どうもこんばんは。こんばんは。ご無沙汰してます。こちらこそ。去年の1月ぐらいからなので1年半以上経ってますけども。そうですね、新しいアルバムサイレントプレイアというですね、はい、これまた今日も話が濃そうな音楽とともに、ええそうですね、予感がしますけど、ええ、いろいろ聞きたいことがあるんですが、はい、まずはこの児玉さんといえば、まあ、ライブ見た方ならね、なんとなくわかると思うんですけども、ワントゥーワントゥーというですね、ある意味こう象徴的な、ええ、曲になるんでしょうかね。そうですね、最近始まりでこの曲でライブやってますからね。ですよね、ええ、じゃあまずこの曲を1曲来てから、じっくりお話しさせてもらえればと思いますが、じゃあ曲紹介の方。はい、児玉エコーフロムダブステーションでワンツーです。まず1曲聴いてもらったのは One Two、児玉エコーフロムダブステーション聴いてもらいましたけれども、今回のアルバムタイトル A Silent Player って、ま、やっぱり前回来ていただいた時のお話からやっぱつながってる感じで、うん、これはそうですね、2001年9月11日の東京の空っていうのをたまたま写真で撮られてたんですか。そうですね、9日まで、ええ、マンハッタンにいたんですね。 DJ クラッシュとのイベントがあってですよね。それで戻ってきて次の日だったわけですけど、ええ、まあ空の写真は
時々撮るんですけどね。あ、そうなんですか。自分の部屋から、その日の空がちょっと面白いと撮ったりするしてはいたんですけどね、はい。まあ、なぜかその日写真を撮ってたんですね。うん、でそのそれは昼過ぎですから、その日の日本時間のその日の夜の10時過ぎに、ね、10時過ぎでしたよね、テレビでいきなり見ちゃったわけですけど、なるほどね。そうか、まあ、その辺からあのこのアルバムが始まってたって考えてもいいでしょうかね。どうなんですか。そうですね、まあ、このところ、まあ、すごい大きな出来事だったのでね、でそのあのことがあって、まあ、スターズってアルバムがあって、2000年に、それからもう、あれだけ大きな出来事があって、それからイラク戦争に入ってきますからね、間にまあその、ちょうどその2年くらいの間に、ね、変わりましたね本当に。そうです。でそういうふうに、そのそういうふうに考えるとこの2年っていうのはね、大きい2年ですよね。そうなんですよ、で2000年に入ってから、もう自分の心境としては、その何かそのこうどっかでもっとその自分 の, そのステップの高いことをやらなきゃって気持ちは強くなってたんですよ。どっかで自分を変えたいっていう、変えたい、そういうふうに思ってたところに次々といろんなことがあって、で世界的なそういう事件とか、あの戦争だけじゃなくて、国内でもいろんな事件がありますね、でそういうのをこう本当にこの 2,3 年でもって大変なことになったなと思うんですよ。そうですね、で、まあ、一方ではその、まあ、ああいうまあ、いろんな日々起こるような出来事だと、まあ、音楽っていうところに限っていっちゃうと、まあ、音楽やってることの無力感ももちろん感じるところもあるでしょうし、逆に裏返すとその無力感だけではない部分で、音に、ね、入っていくっていうかね、自分のやることはもう音楽だなと思って、その戦争になったからって言って、大きな声出して、そのデモに参加することもできなくってね、で自分のやることはもう音楽だなということがむしろはっきりしてきたんですね。はっきり、でそれだけでも、まあ、やるべきことっていうかやりたいことがあるのは、せめてもそうですね、自分にとってはまあ幸いだと思ってね、やっていくっていう、はっきりしたんですね、この 2,3 年で。でも、まあ、長くというかその去年20周年っていう、まあ、そのターニングポイントを迎えたと思うんですけども、そこまでずっと走ってきてもやっぱり音楽じゃなくて他に道が自分の中であるんじゃないかなっていうのを考えてたり、ずっとしてたところはあったんですか。あのね、道というか、そのこうこの何もねえなっていうふうに思い始めてましたね、その本当にこれ今の自分にとって、世の中どうしたもんかなっていう、もう、どうしようもないな俺はっていうような感じでしたね、それをまあ児玉さんの場合は言葉なく音だけでね、静かに黙祷っていう。でもこれはね、一番なんか難しいことだと僕は本当にやっぱり思うんですよね、例えば一枚の絵だったりとかもそうだけれども、たくさん言葉を並べてね、その今の気持ちをバーッとこう表現することっていうのは、まあどちらかというと沈黙を守りながらこうやるよりかは簡単なことだと思うんですけども、児玉さんのこのスタイルで念というか思いを込めてね、いろいろ思っていることをこう表現して一つの形に塊にするっていうのは、これはこれでね、無駄なものを削ぎ落とすというか、すごい集中力がいる瞬間なんじゃないかなってやっぱりいつも思うんですけども、まあ、集中していたいんですね、集中していないと、負けちゃうんですよ、ろくなこと考えないんですよそれでだから何か自分のやってる音に集中するか、それ以外は
あの飲んでるかっていうね極端なその間で生活してってるわけですけど、思えばやっぱりその飲むよりも、うん、その音作ったり、うん、音の中にいる時の自分が一番、うん、自分が それ以外の自分よりもマシだなって思える時間なんですよ。うん、余計なこと考えてしまうっていうのはどういう、それはくよくよするんですよ。あ、そうなんですか。うん、で面白いこともないし、うん、させていきたいとこもないしっていうのはねそんなことばっかり考えるわけ。あとテレビ見てぼやいたりね、はいはい、あ、うん、なるほどね、うん、そうか、雑音を消せる瞬間であるわけですね、やっぱり音楽に取り、そうですね、取り組んでるとか向かってる、そうです、うん、そうです、すごい一対一な感じがしますよね。もちろんだからそのバンドというかその、大人数で奏でる音楽ではないから、うん、ほとんどのこのインストルメンツは児玉さんじゃないですか、はい、そうですね、そうなると何も喋ってくれない音楽という、うん、僕も今頭の中でちょっとイメージしながら喋ってるんですけども、うん、その人みたいなものに、うん、こう黙々とというかこうどうなんだというか、その、うん、対峙しながらいる瞬間っていうのは、うん、すごい速やかなかなっていうふうに思うんですけどね、うん、そうですね、自分がライブで演奏してる時もそうですけど、自分が曲作ったりね、うん、とにかく僕が音楽を作ってる時の僕っていうのは、うん、信用してほしいなと思いますねいやその他のとこでは信用ならんってことはないでしょう。でも別にいややっぱりいろんなね、こと考えてますからね、うん、ただ自分で自分のことそう思いますよ、うん、音楽作ってる時の自分は一番、うん、いいですね、でキーボードを触ったりして、うんうん、だいたい両手塞がってますからね、うん、真面目なわけですね、うん、だからミュージシャンっていうのは、うん、アーティストっていうのは今思うけどその人が音楽やってるときは真面目ですね、うん、そうですね、まあ、うん、何かその表現に向かう人に関してはそうだと思いますよね。例えばすげえなんかそいつがスケベで、はいはいはい、で、うん、あるいはもうドラッグでどうのとかね、うん、マリファナでどうのとかさ、うん、いろいろついて回るんだけど、はいはいはい、だけど最近ね、うん、アーティスト実はすごい真面目だなって思うんですね、うん、話が違うところに、いやいやそうだと思いますよ、はい、うん、うん、で、うん、児玉さんの場合だとそのどういうプロセスでね、まずその音の、まあ、今回のアルバムに限らずでもありますけど、うん、音のイメージというのをね具体的にこう一つ一つ重ねていくんですか、うん、まずは作品が作れるっていうことが決まることが、うん、一番大きい、うん、その、はい、その出発点というか起爆剤なんですよ。自分の気持ち、自分の気持ちもそうですけど、そのレコードをレコーディングして CD を作ったり、レコード出したりすることで、聴いてくれる人がいるっていうことを、があれば、はい、作っていけるんですね、うん、で このサイレントプレイヤーの前の作品っていうのは映画絡みの謎っていう作品だったんですね。でピストルオペラって映画があって、でそれも大変な作業 で、うん、で全部絞り出して何もなくなった状態だったんですね、うん、でもそこからやっぱり次の作品を作りましょうって話が出てくるわけですよね、うん、そのことだけで喜びを感じてですね、はいはい、やり始めるわけですよ、そうするとそのまだまだやりたくて、うん、あるいは自分の中にもっといろいろまだ吐き出してないものはあって、うんうん、いかにもなんか一つ作品を作るごとに真っ白になってね、うん、何もなくなってしまったかのように錯覚してるだけで、うん、実はまだまだやってないことがあるぞと、うん、いうことに気づかされるわけですよ、次の作品をやり始めると、はいはいはい、そうするとどん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 、うん、一つのフレーズとか、その例えばそのニューヨークのテロのね、はい、事件を見てた時の、うんうんうん、その気持ちとか、うん、そんなことが音に向かうことで、うん、
こうどっかで自分が何をどう思ってるのかはっきりさせていこうっていうね、うん、それを音でやっていくような感じなんですよ。うん、なるほどね、ええ、じゃ あの一つ一つステップ踏みながらっていう感じで、うん、ええ、作品が完成に至るという、ええ、設計図はないんですけど、設計図はなくてもね、うちを建てるような感じですね。うん、なんかそんなお話聞いて、で まず石を置いて、うん、それでどういう間取りにしよう、でブロックを積むなり、うん、柱を建てるなり、うん、それでこう一つ一つやっていくと、うん、で設計図はないだけなんですよ、うん、で壁はこう緩いにしようとか途中からこう思うわけですね、うん、ここに窓つけようとか、うん、ここじゃちょっとここに窓がないと暗いから、うん、明るくしたいからっつって、ああそれで、まあ、そう家を建てるのと一緒ですね。そう、明るく、ここは明るくしようとか、ね、そうです、うん、やっぱり、音楽の中で。じゃあ、あのもう曲、聞かせていただきたいんですけども、はい、この曲はその一つの家の中だとすると、どんな、これは窓を開けたんですよ。窓を開けた瞬間、窓開け、今までね、うん、作らなかったところに窓を開けてみたんですよ。はいはいはい。で割とこうと濃密な、そうですね、閉じこもった感じでね曲作ってきましたね、で それじゃ自分自身がちょっと、うん、その息苦しくなってね、苦しくなってくる。それで世界的な状況も国内の状況も、うん、これ息苦しくなってるともうキリがないっていうね、押しつぶされそうになる、うん、じゃあちょっとね別のところに窓を開けてみようっていう、うん、それでこういう曲ができたんですね。なるほど、すごい流れとしては分かりやすい、そうですご紹介で。じゃあ、もう一曲、はい、今かかっている曲を紹介してください。はい、ラバーズロックです。ラバーズのバーズは本当は愛の ラバーズなんですけど、これはラバーズって鳥の歌っていう、ね、そのラバーズロックです。
今夜のエブリバディノーズはアルバムアサイレントプレイをリリースしたばかりの児玉和美さんをお迎えしてるんですけれども、今回のアルバムね、まあ、もうちょっとアルバムの話もしないといけないなと思ってですね、すごい素敵なそのジャケットっていうかね、ブックレット、これがちょっとラジオだからこう言葉で説明しにくいんですけども、普通はまあ、何ページ折りかのブックレットだけじゃないですか、これがなんていうのかな、レター、そうですね、封筒、そう封筒に、封筒に入って、うん、まあ、それがまあ僕が書いた手紙が入ってる、ね、手紙が中に入ってるっていう、これは素敵ですよね。ありがとうございます、ね、世界で僕と知る限りは初めて、世界初、僕は見たことなかったんで、世界初、でもしかもこれはね、やっぱり、ね、今僕は思ったんですけど、日本人的なこうニュアンスがないと、うん、これは発想として作んないと思うんだけど、そうですかね、いやなぜか、それでこのアルバムの中に、まあ後で聴いていただくことになると思うんですけど、はい、クールレターっていう曲があって ね、 曲が入ってます。でなぜかその曲のタイトルもそうなんですけど、うん、なんか手紙だったんですね、ね、手紙、児玉さんから久々に届いた手紙っていう感じがやっぱりしましたよ、中のブックレットも、ほら、児玉さんの音楽は別に歌がまあ今回フューチャリングで入ってたりとかもないし、基本的には多分これ1枚か2枚ので済むものなんだけれども、中に200字詰め原稿用紙の中に児玉さんが直筆で書いたまんまで、ちょっとこう過失修正してる部分がそのままの字で5枚6枚入ってる、そうですね、なかなかこれセルフライナーノーツだけども、うん、これはらしいというかですね、うん、思いが伝わってきやすい、そうですか、ありがとうございます、ですね、まあ、今までバンドでやってた頃から含めて、いろんなことやってきたんですね、ジャケットのデザインなんかに関しても、一つ一つ、一番その時に自分が作りたいような形でやってこられたなと思ってるんですけど、いよいよそのビジュアルとかね、そのパッケージをどうするかっていうことに関しては割と矛盾するんだけど、ちょっとどうでもよくなってしまったってところが あるんですね、それじゃいけないと思ってね、そうすると今度も本当にアイデアがそんなにないわけですよ、もう CD のサイズは決まってるし、パッケージもいろんな人がいろんなことやってるし、大して派手なことやったって別にそれはもう、むしろ内容の方が大事だろうっていうような気持ちになってたんですね、だけど本当に自分が作品を出せるってことになってくると、ことを言わき集中していくんですね、それで一番なんか今の自分はこんな風に CD のパッケージも考えたんだよっていうところを聞いてくれる人たちとかね、CD を手に取って見てくれる人たちにどうしても、そこを意識するんですよ、で結局はささやかなイメージではありましたけど、手紙にしようと、だったらパッケージも封筒にしようと思って、こういう風になったんです ね封筒、やっぱり今はそのメールだったりとかね、それもありますね、コミュニケーションがスピーディーかつでもちょっと薄くなってるじゃないですか、僕はメールも大好きなんですけど、本当にメールのやり取りで助かってる部分もあるんですけど、そうですね、そういう時に、なぜか手紙だったんですよ僕、なぜかそれで曲のタイトルもクールレターっていうようなタイトルつけてみたりね、して、そうですね、なんか手紙もらいたくなりました僕は。そうですか、いや何のこともない、ねえ往復書簡とかね、そういう感じで渋谷 FM 宛てに出しましょう。ありがとうございます。なんかこの実感っていうかね、何の気ない話でもいいんだけど、なんか別にもともとそんなね、手紙のやり取りとかそんなしたことないけど、例えば今の時期だと残暑見舞いとかじゃないですか、そうですね、そういうのもなんかなくなったような気がするし、自分も書かなくなったなとか、少なくなりましたよ本当に、郵便ポストに入ってくるものは少ないですもんね、ほとんど宣伝のチラシかなんかありきたりな DM ぐらいのもんでしょ、ですね、だからこれは音とともにやっぱ児玉さんから届けられた手紙ですよね、僕はやっぱり音楽がインストルメンタルが中心なんでね、
ゴンドの作品ではなんかやっぱり、まあ、手紙っていう形になりましたけど、うん、まあ、ちょっと言葉を大事にしたいなっていうふうに思ったんですね、うんうん、なるほどねじゃあそのちょっと話戻っちゃいますけども、はい、このサイレントプレイヤー、作るに至ってね、その前回の謎で真っ白になって、で少しずつやっぱりこの写真をたまにいい空があった時に撮るように、少しずつスケッチしてったって感じですか、音作りに関して。そうですね、スケッチ大事ですね、うん、さっきの家を建てるっていう話で言えば、うん、まずあの石を集めておくんですね、はい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 、でそれは小さいのもあれば、うん、大きい石もあるんですけど、まあ、それでもって それがまあ土台になって、うん、そこに上にだんだん柱とかね、うん、あの建物を建てていけるっていうことがあって、うん、で音楽もそうで、あのさ小さいかもしれないけどこう石ころみたいなのが、うん、取っておくんですね、うん、それは音のフレーズってことなんですけど、はい、でそれがそもそもは小さいフレーズで、うん、単なるきっかけなんですけど、それがそこにこうそれを捨てずにね、うん、そこからこう作っていけば、うん、曲になっていくもんなんですよね、うんうん、その最近思いますけど、その小さいも大きいも、うん、石ころみたいなもんが、うん、なかなか大事だなっていうふうに思いますけど、なんか実感こもってますね。なんかやっぱずっとそうやってやってらっしゃる、小石にすがるような気持ちもあるんですよ。小石にすがるような気持ちもある、あそこからその小さい、あまりにもそう、ね、何もないとね、小石のところからアイデアというか、そうです、引っ張って糸口にしてっていうね、そう、その小石を使わなくても、うん、当たりで置くだけでもいいんですね、うん、ここは例えば、うん、ここはなんか自分の部屋にしようとか、うん、そうするともう当たりをつけるぐらいの、うんうん、こうただ置くだけかもしれないんですけど、うん、それがね、藁をもすがるじゃなくてね石にもすがる思いで曲にしていくんですね。でも新しいタイプの家がね、できたって感じですよね、うん、そうですね、なんか、うん、こうそうですね、うん、思い描きながらも、うん、なかなか作れなかったものができたなっていうふうに思ってますけどね、うんうん、ええ、でもそのご自分のそのグッドイメージの家が建てば建つほど、うん、次に行くときにそれを壊したいとか壊さなきゃなってやっぱり思う、そうですね、じゃないですか、きっとそうなんですよ。何かに執着してね、うん、一つのことに執着してそれをこう握りしめてると、うん、次の石が拾えないんですよ、うん、だからある時、うん、今まですごい大事にしてたそのグッと握ってたものをこう離すんですね、うん、そうすると楽になって、うん、また次のものをつかめるっていう、うん、そんなところに来てますけどね、うん、今の心境としては。なるほどね、でもこの静かな響きが多くの人に伝わるとね、この手紙とともにいいなって僕やっぱり思いますけど、はい、あ、嬉しいです、ね、ライブなんかは、ね、東京は、東京はね、うん、予定はいろいろあったんですけど、うん、ここに来てもう少し先 秋口にね、しっかりしたことやりたいなっていうことで、それ日にちは未定ですけど、11月ぐらいかな、うん、ちょっとね、うん、しっかり準備して今回のアルバムに見合ったライブを東京ではやりたいなと思って、うん、であとは大阪心斎橋クワトロであります、うん、9月にありますね、うん、9月何時だったっけな、まあ大阪なので、そうですね、大丈夫、関係ないですね、大丈夫です大丈夫です。そうか、はい、でもじっくりもうちょっとまだね3回ぐらいしか聞いてないんですけど、ありがとうございます。子供さんのアルバムはねやっぱり聞く回数が増えれば増えるほど全然聞こえてくるものが違ったりするんですよね。だからもうちょっとじっくり聞いて、なんかいい空を眺めながらこれやっぱり聞きたいなって感じですね。あ、嬉しいです ね今年の東京はちょっと曇りがちで、はい、ね、うん、いい雲の形とかもあまり夏見れなかったような気がするんだけど、なんかそんな風に思ってますけど、はい、ありがとうございますじゃあ最後に、ね、はい、その本当に届けられた音楽でのクールレターっていうね、クールレター、これは冷酷な手紙でもあるし、うん、
嬉しい手紙でもあるという両方の意味で、うん、クールレターって曲なんですけど、うん、クールレターを聴いてください。はい、じゃあこの曲をお聴きしながら、お別れという感じになりますが、今夜はあのアサイレントプレイヤーをリリースしたばっかりの児玉和美さんをお迎えしました。ドラマティック、ロマンティック。